デスクワークをしていて肩のこりや腰の痛みが辛いというあなた、このストレッチで解消していきましょう。ゆっくり横に体を倒して、横っ腹、脇腹を伸ばしていきます。お尻が浮かないように気をつけて、横っ腹全体のストレッチ。デスクワーク中は特にこの広背筋という腕の付け根から腰のあたりにつながる筋肉が硬くなります。ここが固まると手を上げにくくなりますから、こうやって肩がすくみやすい。肩を下げて長い首です。そう、そのまましっかり横へ倒すと伸びてきますね、横っ腹。ここを柔らかくすることによって肩の無駄な力が抜けますから、首肩周りがすっきりします。肩こりお持ちの方はぜひこのストレッチやってみてください。そのまま深呼吸、深く吸って、はあ、ゆっくり長く吐き切りましょう。はい、伸びたら今度は反対側、腕は外回し。デスクワーク中内巻き型だった腕はしっかり外に開いて、デコルテや胸の位置をしっかり前へ突き出すように、綺麗な背中、美しいデコルテを保って呼吸しましょう。倒した時に天井に持ち上げた方の腕、引っ張られてお尻が浮きそうになってますね。しっかりお尻を地面に突き刺すように、お尻で椅子を押し返して、でも指先、頭のてっぺんは天井の方に引っ張って、引っ張り合っていくようなイメージです。ナイス、いい感じ、伸びてきてますね。そうです、あとは深呼吸、吸って、ゆっくり長く、はぁと吐き切りましょう。よく伸びてます、素晴らしい。今度は足を組んでいきましょう。ツイストしていきます。ねじりを加えて、肘で軽く膝を押します。目線を後方に、脇腹をねじって胸もツイスト、くびれもできて腰痛の予防解消にも効果があります。一石二鳥です。どこまで振り向くことができますか？これねじるのが苦手な方、それが実は腰痛の原因になっていますから、できるだけこまめにストレッチをして後ろを振り向けるようにしていきましょう。しっかりおへそは正面、胸を後ろ、この時足や骨盤がついてきやすいですから気をつけて、しっかりと骨盤は正面に向けたまま、胸だけ後ろにねじっていくような感じです。ちょっとずつ振り向けるようになってきましたね。いいですよ、その調子です。そしたら今度は反対に足を組み替えてツイスト、肘で軽く膝を押して、反対の手も背もたれや取っ手の部分ですね、軽く押したりしながら支えにして深くねじっていきましょう。身長高く伸びて吐きながら、もう一つ後ろ、どうですか？深く吐くと体の無駄な力が抜けてねじれていきますよね。おへそと胸を反対方向にねじり続けていくような感じです。いい感じ、だいぶだいぶ伸びてきましたね。その調子です。手で軽く足を押して深呼吸できてますね。その調子です。ナイスです。深い呼吸、吸って吐いて、吸って深く長い呼吸をしながら、腕を外回し、内巻きになってしまった腕をしっかりぐるっと外回し、ねじりながら胸を突き出しましょう。内巻き型や猫背の改善、肩首の凝りの改善にも効果があります。この時できれば足は腰幅ぐらいです。極端な内股、ガニ股にならないように自分で足もコントロールしましょう。もしお持ちの方は膝の間にタオルなどを挟んで拳1個分ぐらいを保っておけると理想的です。胸を突き上げて、そうです、天井に向かって引っ張る、ナイスナイス。下っ腹、内ももにも力を入れて、お腹も引き締めながら呼吸です。苦しい方ほど頑張った方がいい、この種目。深く長い呼吸、ナイス。そこまで吸えたらバッチリです。
さあ、では机に手を置いてツイストをしていきましょう。手を置いたら斜め後方に、これ胸をねじっていきます。特に胸が硬くなってくると自律神経と言われるリラックスをするときに必要な神経、ここが圧迫されることでどん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 胸の力が入ってしまったり、交感神経といって筋肉に硬さが出てしまう神経のスイッチがオンになってしまいます。できるだけ胸を柔らかくねじれるようにしておいてくださいね。そうすると睡眠も深くなっていきます。この種目は寝る前とかにもおすすめです。今どこまで後ろ振り向けますか？景色の違いがないかもチェックしていきますね。どこまで後ろが見えるか覚えておいてください。大きな円を描いて手をぐるっと回す。はい、今度は反対側、手は反対の肩の前に置いて深くツイスト、斜め後ろの方向に、身長高く胸張って、その姿勢です。深く吸って吐く、吸って吐く。今ぐらい深呼吸しましょう。身長は高く、つむじを天井の方に引っ張るような感じ。そうそう、いい感じいい感じ。腕を伸ばすのしんどかったら肘曲げてもいいですからね。ともかく胸がねじれたら腕とか他のポジションは多少変わってもいいです。自分のやりやすいように調整しながら、自分の筋肉と会話をしながら、吸いながら後ろにねじって吐いて戻す。しっかりねじれたら今度は手をデスクに置いて股関節から折り曲げていきます。固まっている足裏全体、そして背中全体をしっかりとストレッチ伸ばしていきます。股関節から折り曲げると腰が反るような感じになります。そのぐらい反らしていきましょう。でも意外と腰が丸いままっていう方も多いですね。これはももの裏側が固まっている証拠、腰痛の原因です。できる範囲で腰を反らす、胸を張る、お尻を後ろへ突き出して、そうです、もも裏の筋肉が痛くなってますか？筋肉が喜んでいますね。そう、いい感じです。そのままキープして呼吸しましょうか。胸を張って腕を外回し、肘が痛いときはタオルとか引いてくださいね。はい、いいです。今度は肘を曲げて、そのままお尻を後ろへ突き出して、いけそうな人は頭をデスクの下まで。肩が痛いときは無理しないで、痛気持ちいい範囲、心地いい範囲でいいです。このあたり、腕の後ろ側から脇の下がピーンと伸びていきます。深く長く呼吸をしながらストレッチ、普段伸ばしたことがないところたくさん伸びてきます。曲げてる肘は浅くても大丈夫ですよ。ともかく呼吸ができる範囲、伸びてる筋肉は痛気持ちいいぐらいでキープをしてください。それが一番大事。はい、そのまま深呼吸、深く長くはーっと吐き切る。だいぶ無駄な力が抜けてきましたね。素晴らしいです。さあ、今度は反対の腕、肘曲げて、お尻を後ろに引きましょう。二の腕の裏側のストレッチ、深く長く呼吸して、二の腕の裏側がピーンと伸ばされていきます。肘の曲げ具合は調整していきましょう。余裕があったらしっかりと腰を反らす、ももの裏側とかも伸びてますよね。辛かったら腰は丸くなっても大丈夫です。頭の位置もデスクの上でもいいですからね。痛めないように心地いい範囲のストレッチ心がけていきましょう。さあ、あと一息です。もうちょいもうちょい。今ぐらい深呼吸できるといいですよ。今呼吸止まってなかったですか？気をつけて。はい、ナイスです。
前腕部分を伸ばしていきます。しっかり手首を反らして机に置いていきましょう。特にデスクワークでは手首を曲げることばっかり反らしませんからね。この前腕部分全体をしっかりストレッチ伸ばしていきましょう。ふう。指先は全部パー、指の隙間一個一個全部広げてください。手首はあんまり深く曲げなくて大丈夫。自分が痛気持ちいいなと思うところでいいです。呼吸ができていますか？深く長く呼吸、肩を下げて自分の筋肉どこが伸びているのかイメージをしながら必ず筋肉を感じてください。いいですよ。余裕があったらちょっぴり肘を曲げてもいいです。すると伸び感が強まります。ナイス。さあ今度は反対側です。手首を折り曲げて反らした手首を逆方向に曲げて腕の外側ですね、しっかりストレッチ、今内側を向き合っているところですね、伸ばしていってます。わかりますか？ちょうど向き合っている部分です。このあたり痛いですね。それだけ痛いってことは筋肉が普段頑張ってるっていう証拠です。しっかりと普段からケアしてあげればこんなに痛くはならないですからね。頑張りすぎた自分の筋肉をいたわってあげてください。そして知らず知らずのうちに頑張ってしまった自分をちゃんとケアする習慣ですね、身につけていきましょう。ぜひ毎日動画を見ながら習慣にしていってください。ここまで頑張ったあなたは偉いです。もう一息でおしまいです。深呼吸しながら、はい、OK。 このように体の仕組み解剖学を学べば美しく健康に体が変わっていきます。本気で体を変えたい方は概要欄からオンラインで学べるストレッチの学校 UFIT 1週間無料体験してみてください。そちらでは皆さんからの質問にライブなどを通じて回答していますから、お会いできるのを楽しみにしています。そして今日の動画もいいなと思った方は高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。